よし、行こう。うわー、怖いね。まあ、大丈夫。うわー、強っ。おぉ、強46、強っ。まあ、体力全開だったよね、確か。ああ、これ識別使おうか。腕は、まあ、若干識別難しいやつが結構あるんで、識別使っちゃっていい対象ですね。自分的には腕輪は識別を優先したい対象ですね。ああ、まあまあ。何だったんだ？筆着か。まあ、悪くはないか。筆着はね、さっきの居合とか、ああいうやつに、武器を弾かえなかったりするとか、あとは、なんだっけ、まあ、トドとか、トドどうだったかな、あれだったけど、とりあえず、手持ちの、うわぁ、嫌なの来た。手持ちの武器とか盾が、怖い怖い、ワンチャン怖い、あー、よかった、溶けで。癒し系でよかった。やめろ、それだからよ。絶対外れくなるんですよ。装備してる武器とか盾がね。まあ、腕輪もそうだと思うけど。だから、そういう、なんか、装備アイテムに悪さをしてくるアイテムじゃない、モンスターには、有効。あー、やだな、来た、また。なんでお前ばっか出んだよ。で、これでワンチャンね、後ろにね、敵がいたら殴られて、大変なことになるんで、だから、匂い棒は、まあ、ほんと使いごと本によりますね。いやー、なんで来るんだよ、だから。オッケーオッケー、よし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 。まあ、殴られなければって、攻撃外れなければ強い。封印されて確かね、巻物読めなかったりとか、いろいろなんか、特殊な行動が確かね、できなかったりするんだよな。確か。封印状態もあながち。あながちというか、ああ、戦いたくないな、あいつ。すぐできないか。ああ、できない。気づいてるな、こっち。やだな。血を嫌なんて、こっちが嫌なんだよ。こっちが嫌なのよ、君が。嫌なのよ。で、敵がかなり嫌らしいモンスターが多いんで、ここはちょっと、投資をつけたまま行きましょう。倍速のやつがいるわ、なんか言っていい。なんだろう、あれ。かなり敵が嫌らしい効果を持ったやつとか、パワーモンスターが多くなってきましたね。うわー、危ないな、もう。待って、これさ、これいらんわ。倍速ですね、気になるな、あれ。うわぁ、一徹か。あ、よかった。爆発でアイテムが消えなくてよかった。シーズンによっては爆発でアイテムが消えるやつもあった気がするんだよな。おとぎそ飲んでいきたいっすね、できれば。あー、てか、杖識別よかったな。失敗したな。あー、ちょっとどうしようかな、これは。いやー、むずいぞ。長巻きプラスさえいらねえかな。長巻きプラスさえワンチャンいらないっすね。長巻きプラスさえいらないかな。また来た。もうこう行くか。もう。あー、こういう状況がまずいのよ、こういう状況が。さあ、危ない危ない危ない。あーし、バカ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 。バカすぎるだろう。これあれだな、もう。ちょっと、回復もすぐ使うか。使おう。回復はもう間に合うなってきた。回復のツボを使って、で、おとぎそのもう、オッケー。よしこ。オッケーオッケー、よしこでいこう。で、保存ツボに落石の巻物の祝福を入れて、なんだろうな。親父か、親父に一徹か。言って。こいつはもう無害だ。あ、しまった、ちょっと、投資、ちょ。投資ちょっとまずい、それは。あ、盾があるね、なんかね。なんか盾がある。なんでや。OK。で、鉄鋼をつけて、あ、これ、これはいい、さすがにいらないね。プラス1をちょっと今持ってく余裕はない。また来たぞ。また置いてつか、これ。やめろよ。危な。
OK。結構つけて、多分お、自分の睨みでは、次の、わー、ドロージョ来た。怖っ。ここで多分、ボスなんじゃないかな、わかんないけど。行ってみましょう。あ、違うわ。大チンタラだ。何回だろうな、ボス。30回とかかな、そうなってくると。あ、弱っ。すげえ癒し系だな、こいつ。ものすごい癒し系じゃない？うわぁ、来たぁ、もう。おぉ、一篠だ、来た。神。一篠ですね、これ、一篠。一篠木の杖は、マジで強い。あー、これなんだろう、これ。よし、怖いな。あれを振ると、モンスターは金縛り状態になって、さらに、あー、階段のところにワープしていくんで、まあ、投資、ちょうど今持ってるんであれですけど、投資つけながら、一時処理振れば、どこに階段があるかっていうのがすぐわかるんですよ。っていうことで、かなり強力な、杖ですね。まあ、階段がサーチできるし、さらに敵を、一時しのぎなんで、本当にその、一時的に無効に、無力にできるんで、かなり強力な杖です。いらねえ。これいらねえ。ね、投資外して、いやー、回復の剣使ってて本当によかったな。回復の剣がなかったらマジで今やばかったでしょうね。この盾なんかじゃ絶対無理だよ。うわー、もうやだよ、もう。もうやだ、お前は。どうしようかな、これ。言うてなぁ。鱗の盾を持ってればなぁ。吹き飛ばししてもいいけど、分裂する可能性があるから、こいつ。やばいんだよな。いや、ちょっとやだな、これ。どうしよう。匂い棒つけるのもなぁ。一度振るかしもったいないけど。あ、あそこす、右かな、多分。あ、ここか？怖っ。何これ、怖すぎだろ。ちょっと待って、これ匂い棒だ、さすがに。あ、あったあった、階段あった。ちょっと待ってね。下のやつをどうにかしなきゃいけないんですよ。一位しのぎなんで、あくまで。一位しのぎってよく言ったもので、本当に一位しのぎなんですよね。場所替えの杖とかがあれば、ここで使えれば最高なんですけど、ないんで。ああ、ガチ痛くないな、こいつは。ただですね、攻撃が低いんで、嫌なんですよね、これ。ああ、ないな、なんもない。なんもないよ。こんなんタカ使うわけにいかないしな。いやー、もうガチるか。ワンチャン分裂されてやばいことないそうだけど。うわー、フラグを引いていく。フラグを引いていく。まあ、そうなってきたら、さすがにもうしょうがないんで。混乱かな？混乱使おう。混乱使って、もったいないけど。混乱使って、逃げよう。逃げよう。来た！来たよ！あー！やばい敵いる。ちょっと待って、やばい敵いるじゃん。やばい敵いた今。こんなに敵いっぱいいんの？いやー、ちょっと待ってね。これ、ちょっと、やばい敵いっぱいいたよ、これ。ちょっと待って。この、さあ、こいつ自体何してくんの？マジで。それがわかんないわ。ちょっと待ってね。やばい敵いっぱいいた。高飛び使うか、一回。高飛び使って、落石ってこう聞くのかな？落石聞くか。どう？聞くのかな？お、おっさん聞くの？やろう。一回やってみよう。あ、聞くね。全員聞くわ。よしよしよし。落石神だな、そうなってくると。よし、もう一発読もう。まあ多分、でもこれ読んでも倒せないでしょうね。とどめが刺せない、多分。あ、一匹死んだね。わー、そうだよな、これ来るよな。もう一発そういうのがありやな。高飛び使うのもありだな。高飛び使うか。いやー、高飛び使ってちょっとワープしないとまずいよな。あれ、炎バンバン飛んでくるから。使おう。よし、近くはなったね。で、こっからさ、どうするかって話で、素早さ使ってもいいけど、あー、どうしよう、使うか、素早さ使うか。これ、第二形態とかありそうで怖いんだよな。それが怖いから、今ちょっとアイテムを、ある程度温存しておきたいんですよ。いやー、まあ、使うか。使おう。こっちの場合じゃない。あ、ムーロいんじゃん。こいつ、進化する可能性があるから、敵を殺して。
倒せない、マジで。あれ、これダメージ入ってないか、さっきのやつ。あー、まあ、ダメージ入ってなかった、臭い、これ。やばいやばいやばい。まあ、ダメージ入ってなかった、臭いな。ゾワゾワ使うか、これは。ゾワゾワ案件だね、これはね。そうだね、ゾワゾワ使おう。落石入ってなかったのか、こいつ。どうなってんの、マジで。あー。ちょっと待ってね。ちょっと待って、ちょっと待ってね。青い草とかいい。ちょっとわけわかんないから、もうこれは使うか。使うけど、ちょっと待って、上移動しよう、一個。元の速さ戻った。まあ、それはいいでしょう。で、今、こいつに攻撃すると反撃してくるんで、このなんか、こもってる形態だとね。あー、倒せない方が良かったかもな、今の。失敗したかもしれん。うおーっと、怖いやつになったぞ。どうしようかな。一石の使う。まあ、困った時使ってもいいか。使うか。使うか。いや、下がろう。下がって、スクワットで、これちょっと、こっち。なんかまだいるわ、敵が。なにこいつ。はぐれてる敵がいるんだけど。これ今は、いや、まずいな、ちょっと待ってよ。困った時を使う、使おう。OK。おぉ、結構強いな。こいつは、一定ターンごとにこもるんで、なに敵呼んでるんだ、これ。なるほど。敵呼んでやがる、こいつ。なるほど。そういうことか。これだ。心臓部を攻撃しちゃダメなんだ、これ。そういうことか。わかったわかった。そうしたら、ここで炎上使おう。ここが俺のアンチだぜ。まあ、アンチじゃないんだけどさ。OK。正規があったら楽勝だな、そうなってくると。これなんか変な、なんか、心臓みたいなやつ。ここに攻撃すればいいのか。なるほど。OK、OK。そうなっていくと復活じゃない、あれが欲しかったなっていうところだね。素早さをやっぱ持っておきたかった。けど、まあ、しょうがないんで。まあ、達成こいつ磨きかないと思うんで、ここ、ダメージ受けない、なんで、はダメージ受けないって言ってたよな、今。なんでなんでダメージ受けないの、これ。ダメージ受けない。何ダメージ受けないどういうことこれ。どういうこと意味がわしわかんないんだけど、なんでダメージ受けないのこいつ。はちょ、どういうことだよこれ。何これ意味がわかんない。なんでダメージ受けないのこいつ。どういうことこれ。今殴れるのか。そういうことか。あ、なるほど。特定ターンごとに殴れるってことこれ。いけ。いやー、閉じちゃった。あー、そういうことか。ちょっと待って、これ敵無尽蔵か。弓矢持っときたかったな、これ。いや、一石のとこでいいか。あー、もったいねえ。ちょっともったいない。もうこれガチって大丈夫だろ。あ、これだ。もったいねえもん。あ、死んだ。おー、死んだ。いけましたね。あ、なるほど。戦闘終了を押すと、はは。おえチートアイテム来た。やべえ。皆さんこれチートアイテムです。これね、やばいっすよ。これ、この武器を、装備した状態で、攻撃をするだけで力が目に見え上がっていくっていう超チートアイテムです。マジでチート。あれ使うと一気にぬるくなるっていう、そんぐらいチートです。まあ、持っとこう。ありがたいことに。出てきたものは使おう。ね。え？ちょ、第2形態あんの？しまってね。第2形態はやばいよ。お、陣八来た。あれ？え？そんなって超人なのこいつ。そんな超人になったの？つかまだ操られてたのこいつ。眠り大根じゃん。やべえな。なんだこれ、ソニックイノシシだっけこれ。黄色いやつ。わお。あ、もうこの辺の話全然覚えてないよ、マジで。これ、第二形態あんのかな？うわ、第二形態あるぞ、これ。やべえ。あるわ、これ。
さ、みなもさっき死ななかったっけ。さっき死んだよな、みなも。あ、ああ。あららららら。どうなんの、これ。お、これで目が覚めるのか？入ってったぞ、口の中に。すげえな、これ。昔話系のやつじゃん、これ。喉を詰まられた。すげえ発想だ。喉を詰まらせたってすごいな。え、何それ。は？第二ケータある、やっぱりやべえ。ちょっとま、第二ケータあるわ。ちょっとま、衝撃の展開でやっぱ第二ケータあった。いやー。ちょっと待って、こっからか。こっからか、本領発揮かあいつ。あれがないからな。どういう動きしてくんだ、こいつ。皆も復活してんのよくわかんねえな。いや、また、ちょ、また生きてんじゃん、もうこれ。もうなんだよ。身代わりあったよな。みなもなんでこいつ復活してきたんだっていうか。あー、マジで。怖っ。なにこの辺、なんか変な。なにこれ。スタ。これこっち行っちゃっていいのかな。は？なにこれ。これなにこれ。力が1ポイント下がった。マジで。これはまずいよ。こんな使おう。これ、この変なのに効果あるの？ないな、これ。ちょっと待って、これさ、もうこれ、これいいよね。こいつガチっちゃっていいよね。多分。だよね。力下がってるけど、困った時で多分回復できるから、そこは多分問題ないんですよ。そこは問題なくて、この変ななんか、触手みたいなやつが、何なんだろう。もうこれは、真ん中行こう、これ。開いてる間は真ん中行こう。おーい、なんだそれ。この変な、白いやつ、足元のなんかこれか。これが邪魔してきたのか。これ倒せんのかな、これ。先にこれ倒した方がいいな。水面にかま、あ、倒せる。オッケーオッケーオッケー。これ倒せる。おい、なんだよ、それ。おい、なんだ、これ、おい。なんだよ、これは。ちょっと。こいつ、無駄に使っちゃおう。なんでこれ当たんないの、これ。当たらなくなってんの、これ。これ倒せないとダメなのかな？なんか、にょぎって出てくるんだよね、これ。ちょ、ザコ邪魔だな、おい。ナイス。当ててくれよ。おい、またザコ来た。ザコ、無限増殖だ、多分これ。もうこれ倒すしかないよ、これ。こいつやだな、おい。またにょぎって出てくるぞ、これ。早く倒せ。早く倒せばダメなんだ、多分これ。待って、これ多分ザコは絶対一匹出てくるんだ、これ。だから、このザコ無力化しとけばいいんだよ。ってことだろ。これでいいや。こいつは、こいつはもう完全無力。完全無害なモンスターになったんで。大丈夫。これ壊した方がいいのかな。で、下になんかあの白いのがあるから多分出てくるんだよね、またニョキってね。オッケーオッケー。まあ、分かってきた。いいね。おー、パターンいった。あー、もうパターン入れよ。うわ、塩来た。ちょ、もうこれ、行っちゃおう。もう倒せるだろ。あー、これ、バカ。みなもがやった。これは行ったでしょ、さすがにね。さすがにこれ行ったでしょ。さすがにこれで終わったでしょ。第三形態ないだろ、さすがに。あー、おとなしくなっちゃった。可愛くなりましたね。可愛くなった。いやー、それなりに強かったな、それなりに。まあ、復活を使うほどじゃなかったけど。おのーれー。あ、出てきた。
へえ、すごい櫛だな、これ。ああ、どうしよう。稲もなんで復活したんだろうな、というか。確実に死んでたよな、道中で。なんでこいつ復活したんだろう。へえ。あら、枯れちゃった。正気になったらしいですね、どうもね。あら。おつー、ジンパチおつー。なんたることだ。いや、まあ、でも操られてたからね。操られてたとはいえ、まあね、そういうことをしてたわけだから。まあまあ。半分正解で半分間違ってる気がするな、これ。飯を持っていくんじゃない？飯を。あ、違った。違ったか。おにぎりをたくさん持ってくるとかかと思った。ダニ。精が出るね、みんな。まあ、頑張ってくれたまえ。あ、やってるし、アスカもやってる。看病してますね。作ってますね、薬草ね。こんなにいっぱい使うの、薬草というか。あ、復活してる。復活して、急に復活したぞ。よかったの。せやな。なんかくれんのかな、これ。いっぱい来たんで。あ、エンディングですね。エンディング入りました。まあ、ご存知の方もたくさんこれ見ていただいている方いらっしゃるかもしれないですけど、風来の試練系って、不思議のダンジョン系って、こっからが始まりなんで、本当に。ガチの始まり、スタート、ここからのストーリーが終わってから、まあ、本ちゃん開始というか本番開始っていうのが、まあ、いつもの、まあ当たり前の話なんですけど、当然の話ですね、これはね。うん。まあ本当そうなんですよ。ここからがね、まあ今までのところは本当にチュートリアルにも、でもないかもしれないですね。かなり、その難易度的にはぬるい部類に入ります。まあ一回死んでるけど、一回で二回死んだかな。二回死んでますけどね、そういうとか言っといて。とか偉そうに言っといて二回死んでるけどさ。
まあね、ほんとこっからがね、スタートなんで、まあこの実況自体は、まあこっからもね、こっから予約開始って感じですね。まだか、まだ開始できないのかな。確かまだストーリー的にちょろっとあった気がしたような気がするんだよな。それをクリアしてから、ようやく本ちゃんだったかな。ちょっと定かじゃない。覚えてないですけど。あ、で、もうすぐちょっと録画がね、10分刻みちゃうと録画できないんで、ちょっと都合で。一回ちょっと切れるかな。はい、ちょっと戻ってきまして。まあ、ちょっとガタついた、映像的にはちょっとガタついちゃったかもしれないけど、申し訳ないです。なので、こっから、本番が始まっていけるかな、どうかなって感じの温度感ですね。まだまだほんとやることはね、ほんとに腐るほどあるよ。武器盾も集めるし、エレキ箱っていう、なんて言うんだろう、モンスターを、まあ、疑似的に仲間にするというか、そういうシステムあるんで、そのやっていくし、なんだろう、あと、罠のダンジョンもあるし、まあ、いろいろほんとあるね。あと、もっと不思議もあるし、時間がいくらあっても多分足りないと思う、このゲームに関して。ほんとにめちゃくちゃ時間かかるから。でも、そんだけいいゲームだから、ほんとに。それはね、わかってるんですよ。うん。楽しみ、こっからが。さあ、ということで、はい、一応保存しておきましょう。はいはい。で、さあ、どうなるのか。あー、最愛国。名前呼び方合ってるかわかんない。そうか、これがあるのか。ニーバサイ。そうか。やっぱまだ本番には遠いかもしれないな。このストーリーがあった気がするから。これが落ち着いてから本ちゃんだったような気がしなくもないな。まあいいや。とりあえず、今日はこんなところにしましょうか。もう朝の7時だ。仮眠してこうかな。はい。ということで、ありがとうございました。よろしければ今後もご視聴いただけるとありがたいです。では、またお会いしましょう。バイバイ。